日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は日本語コンテッペイ for beginners 700回おめでとうございますについて。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？とうとうついに、このポッドキャストが700回になりましたね。イエイ、よかったよかった。と言ってもまだまだ続きます。皆さんは日本語の勉強を頑張ってます。続けています。だから僕も頑張ります。続けます。僕にとってポッドキャストを作る、ポッドキャストを撮るというのは毎日のことです。毎日毎日ポッドキャストをアップロードしてます。たまにポッドキャストを撮らない日があります。そうするとちょっと気持ちが悪くなる、ちょっと嫌な感じ。皆さんもそうですか？日本語の勉強を毎日して、例えば一日日本語を勉強しない日があると、ちょっと嫌な感じがしますか？気持ちが悪いですか？それがルーティンの力ですね。ルーティンの力は、最初は続けることが難しいです。続けることは結構大変です。でも、ルーティンになってしまうと、ね、それがルーティンになると、今度はやめられなくなります。やめられない。ね、やり続ける。日本語の勉強をすることがノーマルになっちゃうんですね。僕にとってはポッドキャストをアップロードすることが普通のことなんです。毎日のこと、ノーマルなこと。だからやめられません。やめられない。僕はこれからもポッドキャストを続けます。ずっとずっとずっと続けます。だから皆さんも日本語の勉強を続けてください。ずっとずっとずっと続けてください。日本語の道、日本語の神のはとてもとてもとても長い道です。だけど楽しい道です。その道には漫画があるし、アニメがあるし、ゲームがあるし、日本の美味しい食べ物があるし、日本の観光があるし、いろいろなところね、京都とか東京とか沖縄とか北海道とか、いろいろなところがあるし、日本人の友達がいるし、いい先生がいます。日本語コンテッペイポッドキャストもあります。だからこの長い長い道を一緒に楽しんで歩いていきましょう。それではまた次からもよろしくお願いします。皆さん、それではまた今度。チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。